オシムジャパン初戦で代表デビューを果たし定着を狙いたい名古屋の中村。しかしまず見せたのは代表復帰を目指す玉田でした。前半11分、藤田のパスに抜け出した玉田が技ありのループシュートで先制点を奪います。さらに33分にはゴール前へ絶妙のスルーパス。これを杉本が決め、玉田が2点目をアシストします。ゴールラッシュとなったこの試合、後半26分にはようやく期待の中村にもゴールが飛び出し4点目。新旧代表の高いモチベーションで名古屋が快勝です。